ですが、やはり最初というのは思い切って狙ってくると思いますね。うん、右足の石光、左足の黒木、右には仙頭、左には小山津が開いています。時間を取ります。笛が鳴りました。岡山は全員が戻っています。キーパーもこういう振り切ると壁から出てくるので反応がすごくしにくいんですね。キーパーは一森です。石水が行った、壁に当たった。もう一度石水抑えてシュート、こぼれている、入った先制ゴールは京都。前半の4分、今のはオウンゴですかね、ちょっとディフェンスに当たってコースが変わりましたね。石水のフリーキックから京都が早い時間帯に先制です。前半の4分、幸先のいいスタートを切ったのは京都です。最後は弘樹がクリアしようとしたボールがマウスの中に吸い込まれました。はい、反射的にクリアしようと思ったのがちょっとつま先に当たって入ってしまいました。